まあ、それでね、1年ぐらい前に、こういった動画を出してました。ゲームメーカー合併ラッシュというね、動画なんですけど、まあ、現在も公開中とか、ただ置いてあるだけなんですけど、2000年代に入ると、ゲーム業界のね、再編がね、非常に活性化しました。まあ、一見プレイステーション2バブルで、儲かってんじゃないかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、ね、企業はかなり疲弊してました。なかなか儲からないという時代になっていて、まあ、この頃ね、例えば、大型合併といえば、スクエアとエニックス、スクエニの誕生ですよね。まあ、その他、ハドソンとコナミ、タカラ、トミー、そしてね、セガ、サミー、バンダイ、ナムコ、そしてね、スクエニにくっついた台頭なんかもありますね。で、ドワンゴとスパイクとか、ドワンゴとチューンソフト、現在はね、スパイクチューンソフトになってますけど、そしてね、2010年ぐらいには光栄テクモと、まあ、とりあえずね、合併ラッシュだったんですよ。数ある、たくさんあった日本のね、ゲームメーカーも合併なくして生きていけない時代となりました。で、まあ、じゃあこれでね、強くなったのかなっていうと、まあ、なかなかそうもいかないと。もう一度ね、これ見てみると、カプコン以外は、まあ、何らかのね、合併してるんですよね。バンダイとナムコとか、スクウェアとエニックス、光栄とテクモ、セガとサミーとかね。コナミグループっていうのはまあ、もうハドソンそのものは消滅しちゃってるんですけど、まあ、例えばこう、水泳っていうのかな、スポーツクラブか、スポクラ持ってたりとか、カプコンは、未だにね、ファミコン時代、もっと前はまあ、アーケードなんですけど、未だに単体でやってるというところで、で、さらにね、利益もガンガン上げてるということで、まあ、カプコンの一人勝ちみたいな、まあ、コナミも、まあ、利益としてはね、出してますから、別に悪いわけじゃないんですけど、そう考えると、バンダイナムコ、スクエニ、光栄テクモ、どうしたみたいな感じですよね。セガサミーも。こう見てみると、バンダムのね、2024年3月期、62億円ってのはどうなっちゃったんだ。セグメント利益。セグメント利益ってのもちょっとよくわかんないんだけど、経常利益みたいなもんなのかな。なんかね、利益っていっぱいあるよね。営業利益とか、経常利益とか。なんか、ただ、セグメント利益って、重要なやつだったような感じがする。だから、まあ今回こう表になってんだと思うんだけど、まあちょっとね、細かい経済の話は置いといて、まあいずれにしても、20年前に起きた、このね、業界再編というか、合併は、果たして、うまくね、企業を強くしたのかなっていうと、まあ、あながち、こう、成功したとも言えないというか、その場しのぎだったのかな、みたいなね。改めて20年後、考えてみると思っちゃいますけど、まあ、確かにその時は合併しないとね、生き延びられなかったと思うんですよね。だからそういった意味で、まあ、合併にもいろいろありますよね。対等な合併もあるし、吸収合併もあるから、一概に同じく扱えないんですけど、まあ、そういったところからも、カプコンがね、このサードパーティーとして独り勝ちしてるっていうのはやっぱりね、こうなんかあるのかなと、なんか芯がね、ゲームに対する芯があるのかな。はっきり言って自分カプコンもワイナリーかなんかで儲けてるのかなと思ったんですよ。ワイナリー、確かアメリカかなんかのね、なんかワイン工場かワインの、栽培する場所持ってたような気がするんだけど、そうじゃなくてしっかりとね、こうちゃんと任天堂以外のハードでも、儲かるようにやってますよね。例えば、ストリートファイター6とか、この間出たドラゴンズドグマ2なんかも、まあ300万本世界で売ってるということなんで、そうなってくると、スクエニかな、スクエニも、例えば、プレイステーション5で、ファイナルファンタジー系をね、先行して出してると思うんだけど、それでも、なんか、パッとしないと。かたやカプコンは、プレイステーション系でしっかりと利益出しているということなんで、まあこの違いはどっから生まれてるのかなとか、まあよくこの間のニュースでも出てましたけど、カプコンはね、古い作品をまあ1000円ぐらいでダウンロード版ね、ばらまいてると。まあそれやったユーザーが次のね、新作ソフトを新規に買ってくれるというのをうまく回ってるというインタビューかなんかがあったと思うんですけど、まあそう考えると、スクエニもね、それやればいいかなと思うんですけど、まあだからといってみんなが飛びついてくれるのかなというと、また微妙なところですよね。ちなみにスクエニはだいたいいつも半額ぐらいが
限界かな。半額ぐらいでダウンロードソフトをやってますけど、カプコンは異様に安くするんですよね。1000円ぐらいでね。1000円で出していいのかなっていうぐらいなんだけど、これがまたうまくいってて、そういえば最近ね、古いやつ、プレイステーション4時代に出た、モンハンワールドとか、アイスボーンだったっけ。まあ、それがね、売れていると、未だに。まあ、安いってのもあるんだけど、安いってのがあるんだけど、でも、安くだって、つまんなきゃ、みんな買わないですよね。で、面白い。で、かつ安い。で、これやった人が、多分来年出るであろう、新しいね、モンハンワイルズ、あたりを、ローンチで買うと思うんですよ。うわぁ、これ、新作出るってね。その辺のね、作戦が、非常に、うまいなと、思いますよね。うん。だからそういった意味で、すごく戦略的にやってんですよね。じゃあ、スクエニどうなってんのかなっつうと、やっぱりなかなかファイナルファンタジーの最新作とか、ドラゴンクエストね、例えば12、発表してから何年経ってんだよ、みたいな感じがしますけど、いや、これがね、すこぶる出ないんですよね。いつ出んだと。何のアナウンスもない。だったら発表すんな、みたいなね。感じになっちゃうぐらいに出ないというのがね、とにかくその辺が問題ですよね。その間なんかこう小粒なやつのね、やつとかリメイクとか、リマスターかなんかで、ちびちびやってんだけど、まあそれ全然響かないわけですよ。なかなかね。そんなんてやってるうちに、興味があった人たちが年取っちゃって、もうゲームに興味がないとか、違うゲームに行っちゃうとかね、そんなことが起きちゃってて、もっと、定期的にね、主力って言われてる FF とドラクエなんかは、ポンポンポンと3年おきぐらいに出していかないと厳しいんじゃないかなと思いますよね。もうおそらく忘れちゃってるってか、知らない人が出てきちゃってると思うんですよ。さすがに知らないってことはないんだけど、プレイしたいっていう衝動がね、起きない人たちが増えちゃったんじゃないかなと思いますよね。だから、なんともね、非常にかつてのね、スクエアの、ワクワク感があった時代を知ってるものとしては、なんか寂しいなと思っちゃいますよ。いや、いいソフトも出してんだけど、なかなかこう、うまく響いていかないというのがね、やきもきしちゃうところがありますよね。ということで、まあ、全体的にちょっとね、こう、なんだろう、ゲーム作りも金がかかるようになっちゃって、さらにリリースまでね、時間がかかるようになっちゃったっていうのもね、ありますんで、まあ、その辺ね、どうやっていくのかなと。まあ、任天堂はある程度、性能を抑えてあるから、なんだろうね、バランスよく定期的にポンポンポンと出せるシステムが完成してんじゃないかなと、個人的には見てますけどね。その辺がうまくスイッチ時代に流れが組めて、非常にこう、ね、いいタイトルが長い期間売れ続けているという現象がね、現在起きていますのでね。さあ、これからね、いよいよスイッチ2とか、例えば PS5 なんかは、プロなんかがね、出てくるのかどうなのかわかりませんけど、まあ、ちょっとね、新しいハードの話も出てきますんで、さあ、この辺でね、じゃあソフトはどうなのかなと。これ以上性能上がってっちゃって、ソフト作りがね、非常に困窮というか、お金がないとか、そうなっちゃうと、結局なんか宝の持ち腐れというかね、ハードのね、性能が活かされないということになってしまいますんでね、非常にこう、まあかつて映画のね、ハリウッドなんかも陥ってましたけど、そこをね、なんとか打破してほしいなと。まあなんとかっていうのはね、いい言葉で、お前何も分かってないじゃんってことなんだけど、そう分かんないんですよね、どうすりゃいいのか。まあおそらくオンラインゲームなんかでね、長く収益が上がるシステムなんかもね、一つの方法なんですけど、それが絶対ヒットするかっていう保証がないわけですよね。要するにスクエニのこの間のね話でも出てましたけど、まあ FF11 っていうのかな、オンラインが最初出た時ね、ファイナルファンタジーのソフトとしては十何万本からスタートしたんですけど、まあそれでね、一部の界隈が爆死判定してましたけど、これまあ最終的にね、大きな利益を生み出してました。で、まあそういった意味で、オンラインは時間がかかるんですけど、だったらね、今もスクエニ結構、スマホのゲーム出してますけど、意外とね、サービス終了、サシュが早いんですよね。早いので、意外と損切りしちゃうっても大事なんだけど、なんかあんまりこう育てる気もないのかな、みたいな感じがします。もう一発ヒット出ないかな、っていうことで、とりあえずリリースしてるような感じがしてますよね。蘇生乱造じゃないと思うんだけど。なんかそういったところからね、ちょっとこう、難しいけど、でもなんか3カ年計画立ててるから、この3年間でもう一度ね、
かつてのスクエアみたいなのをね、見せてくれると嬉しいかななんて思っちゃいますけどね。いかがでしょうかね。またね、20年前のなかなか業界再編がね、再び来ちゃうとかね、そんなことにならないように、まあ、ある程度ね、ゲームメーカーが分散してないとつまんなくなっちゃいますんでね。まあこういったなかなか厳しい決算というか、これ別に赤字になったわけじゃないんですよね。減っちゃったってだけなんで、まあそこまで大騒ぎすることじゃないんだけど、だからまあいずれにしてもなんかネガティブに捉えられちゃいますけどね。まあスクエアのやつもあらかじめ無駄なやつを損切りしただけだから大騒ぎすることじゃないんだけど、なんとなく紙面にねバーって出ると、ああゲーム業界ダメやみたいな感じになっちゃう雰囲気もありますからね。まあだから、まあここからはちょっと推論なんだけど、今ね何回かツイッター X でつぶやいてますけど、自分2024年超ゲーム離れしてんですよね。うん、非常にやる気が起きないというか、テンション下がっちゃってモチベーションがないんだけど、まあちょうど20年ぐらい前の雰囲気に近いんですけどね。だからなんだろう、ずーっと一時期こうスイッチだったりいろんなものが流行ってガーッとねゲーム伸びましたけど、ちょっとみんな疲れちゃってんじゃないかなみたいな、わかんないよ全部チェックしたわけじゃないから。で表には出てないんだけど、まあゲームやらなくなっちゃってる層が少しいると。例えばスーパー銭湯でも人数にしたら結構いると思うわけですよね。まあそういった離れちゃった層が実はいるんじゃないかなと。自分ね、20年前も途端にね21世紀になったらゲームやらなくなっちゃった。やらないわけじゃないんだけど、あんまりやらなくなっちゃった。かつて鬼のようにやったのに。まあそういったことがあったから、もしかしたら、まあ自分の波長とね、合ってる人がいて、そういうのが起きてるのかなと思っちゃうわけ。うん。ということで、最後はダブンでしたけどね。いかがでしょうかね。ちょっと決算の様子が発表になってて、あれって感じだったんですけど、まあそんなことになっています。ではまた。